こんにちは、運河の岸本です。ご機嫌いかがでしょうか。今日はGH6 のダイナミックレンジブーストについてですね、フォトスタイルを変えてですね、どういう効果があるかっていうのを一応テストしようと思ったんですよ。ところがやってみたらあんまり効果が顕著に出ないということが分かりまして、今日はこの動画と静止画の画質の違いみたいなのを把握しておく必要があるんじゃないかなと。この辺はちょっと予告したんですけども、このモニター、今後ろに光ってますけどね、モニターにつけるこういう、なんですかね、バー状のライトを、このクンティス QUNTIS クンティスかなっていうメーカーから送ってもらいましたので、まあ、それをちょっと、使ってみました。開封して設置するまで至って簡単でですね、モニターの上に挟み込むような形だったんですね。モニターの上に挟み込むのはバネがついていて、5mm から 12mm だとアタッチメントなしでくっつきます。それでそれ以上の場合ですね、 15mm から 28mm っていう場合はこのアタッチメントをつければ、あの分厚いモニターにも、ちゃんと取り付くというものになります。これオフの状態でオンにします。これでオンになって、今一番弱い状態なんですが、ここで輝度の調整1段階2段階3段階アップできます。だからもう一回やると、一番これが暗い状態ですね。一番暗い状態、2番目、3番目、4番目、2段階目ぐらいだったらこの辺の文字もしっかり読めます。ビデオの方と静止画の方とを同じフォトスタイルにしといても若干色味とか輝度に差が出るんじゃないかっていうのは、まあ、前からあったんですけども、まあ、ソニーの方ではピクチャープロファイルと、動画の方はピクチャープロファイル、静止画の方はクリエイティブブックというね、全く違うそのプロファイルなんですよ。なので、もともと合わないというか、もともと動画と静止画から派生したプロファイルをぐーっと寄せてきて、やっぱり合わへんからこのまましときましょうかみたいなことになってる。で、パナソニックの方は動画と静止画が同じプロファイルなんですよね。同じ、フォトスタイル。名称がね、ややこしいですね。同じフォトスタイルでやってるというのがパナソニックです。ですから、比較的画質は似てるんじゃないかなっていうふうに思います。それまずはスタンダードです。皆さんよく使ってられるかもしれませんけど、スタンダードで撮ってみた絵がこれです。これ動画内ですね。F4、シャッタースピード60分の1で、スタンダードっていうことですね。4K60p で撮ってます。っていうの絵がこれですね。まあ普通の絵です。で、これを静止画で撮ったらどうなるかっていうと、こんな感じです。で、これがですね、標準の輝度。プラマイゼロにした時の輝度なので、動画に比べるとですね、若干これが動画ですね、でこれが静止画、若干輝度が下がるんですよ。僕は静止画はですね、ブラケットで撮ってるので、ブラケットの設定は適正値マイナス3分の1プラス3分の1で撮ってますので、3枚、こんな感じで暗いの明るいのと、それでこの一番明るいやつと動画を比べたのがこれですね。わかりますかね。真ん中でちょっとスプリットで切ってるんですけども、左側が動画で右側が静止画です。だから一番明るいものと比べても壁の色とかが若干暗めに出ると。その暗めに出るのが何パーぐらいで、暗めに出るのかというのをちょっと調べてみたいと思います。だから静止画の方が暗いので静止画の方を選択して、補正を入れてみたいと思います。補正を全体に入れた方がいいかな。こんな感じでちょっと上げてみます。まあわずかですね。これぐらい。もうちょいかな。真ん中辺で合わせてみましょうか。この辺で合わせてみると、だいたい 9% ぐらい今暗いかなという感じです。横並びにするとこんな感じです。
横並びにしたらパッと見はなんかあんまり変わらないかな、これっていう感じですよね。これ今補正は入れてないので、まあ割とスタンダードは横並びにするとわからないので、動画で撮っててですね、で JPEG のなんか挿入でなんか静止画を入れても、まあ、そこそこ分からずにいけるよという感じですよね。はい、こんな感じでちょっと比べてみました。それ次、ナチュラルってやつですね。あんまり使いませんけど、まあ、ナチュラルで、これも同じ条件で撮ってみて、ナチュラルで比べたのが、これもこんな感じで、静止画3枚、一番暗いやつはちょっとなんかねこう黒い帯みたいなのが入ってますね。これはあの多分ここの LED の照明の関係だと思います。静止画撮ったらたまにこういうことってあると思うんですけどね。だから何枚か撮っとく方がいいですよね。そのためにブラケットってすごく大事だと思うんですけど、ソニーのカメラはピクチャープロファイルを選択しているとブラケットができないという、まあ、弱点というかもうこれ欠点だと思うんですけどがありますので、そこは動画を使ってる方は注意した方がいいと思います。あのピクチャープロファイルを、静止画の方に切り替えた時に切るという設定にすればもちろんできるんですけど、それだと同じピクチャープロファイルで撮れないので確実に絵が違ってきます。色も輝度も違ってくるので、まあ、そこがあの問題があるんじゃないかなというふうに一応この前あの動画にもしましたけど、まあ、ソニーの方に伝えたところ、まあ、今後の参考にさせてもらうという回答をいただいています。ナチュラルの場合はこれぐらいやっぱり、静止画の方が輝度が低いということで、まあ、横に並べてしまうとやっぱ分かりにくいかな。次はフラットあんまり使ったことないですけどね。フラットはこう全体的にこう白っぽい感じしますよね。静止画はこんな感じです。静止画もやっぱりちょっとこう白っぽい感じかな。でこれが暗いやつ、明るいやつで、明るい一番明るいのと動画を比べるとこんな感じ。やっぱり静止画の方が若干暗く出るんですよね。でこれちょっと試してみましょうか。この静止画をカラーボードでこれぐらい上げてやると、まあ、大体一緒ぐらいになるかな。もうちょいかな。これは 12% ぐらいアップですね。うん、だから今3分の1段明るくしてたんですけども 12% っていうことはもっと明るくした方がいいですね。3分の2だったらいいかもしれない、ね、ちょうどね。で元々のやつをもうちょっと明るめに撮った方がいいっていうことですね。ブラケット以前の問題ですけど、ブラケット以前に元々の明るさをプラマイゼロじゃなくてプラス3分の1ぐらいで撮ると、でブラケットをすると非常に合わせやすいんじゃないかなと思います。でこれがフラットでした。横に並べるとこんな感じ。ランド、これ風景ってやつですけど、一番なんかコントラストはきつい感じですよね。なんかカリッとしてるというか、色味なんかもはっきり出ています。まあ、今回ビビットっていうのはちょっとね やってないんですけど、まあ、それに次ぐちょっとこう色がはっきり出るような仕様になってます。でこれ静止画です。静止画の普通マイナス3分の1プラス3分の1で、これがスプリットしたものですけど、これもやっぱり右側が暗くなってます。で横に並びにするとこんな感じ。横並びにするとやっぱり分からないぐらいになってるから、割とこのまま使ってもいいかなっていう気はしますけどね。はい、でその次がこれがポートレート。ポートレートは使う方もいらっしゃいますかね。ポートレート、これ普通マイナス3分の1プラス3分の1で、この一番明るいのと比べたのがこれ。これ一番明るいやつからこれですよね。だから動画の方がやっぱり明るいと。ビューワーに表示でビデオスコープですね。はい、こんな感じです。これ今テロップ入れてるので、ここテロップですよね。だから 75% ぐらいで大体ピーク来ているので、まあ、どちらもまあまあ同じぐらいだとはいうことなんですけどね。行ってみましょう。シネ D。
皆さんよく使われてるかもしれませんけど、あの昔からあるシネマルックというやつですね、シネ D というやつ、これはあの僕もよく使ってて、テープ時代からこれありますよね、DVX の100時代からある。それでこれが静止画、普通くらいの明るいので、これが比べたもの、やっぱり静止画の方が若干明るいと。でこれですね、やっぱりシネルックでシネマ D の特徴がよく出ていて、モニターの下あたりの影の部分も結構階調がよく出ています。うん、だから他のやつと比べると若干白っぽく見えるかもしれませんけども、まあ、この絵だけ見てたらそんなことないですよね。だからもともと静止画を撮るときにはやっぱりプラス3分の1ぐらいはした上でブラケットをした方がいいと。全体的に上げてみましょうか。全体的に上げるとこんな感じです。 7%、 まあそうですね、 8%、 10% までしたらちょっとやりすぎかな。まあ、この辺ですよね。6、7% ぐらいは上げたかったので、もうあと3分の1ぐらいあった方が良かったかもしれませんね。で横並びにするとこんな感じで、だいたい動画に比べて静止画の方が普通はですね、コントラストがきつくなる傾向にあったんですけど、これを見ているとそうでもないですよね。だからピクチャープロフィールじゃなくてフォトスタイルを、まあ、こういうシネ D とかを選んでおけば、割と暗いところの階調も静止画でちゃんと出してくれるということがこれによって分かっていただけるかなと思います。なんか今までよりもやっぱり階調良くなってる気がするんですけどね。気のせいかな、だいぶ煽られてますからね。なんかね、すごいよ GH6 だみたいな。はい、次、シネ V。 シネ V はシネ D に比べるとやっぱり暗いところは暗く出てるかなっていう気がしますね。さっきのやつと比べてみましょうか。これがシネ V で、こっちがシネ D です。モニターの下あたりを見ていただいたら分かるんですけど、これシネ D、シネ V です。こっちはまあコントラストがきつい感じですよね。で、静止画がこれです。静止画3枚に、これが真ん中で切ったやつ。これもちょっと補正をしてみましょう。静止画の方をカラーボードで少し明るくしてみると、大体同じくらいの輝度になります。やっぱ 8% ぐらいアップと。まあ、他と変わらないですね。こんな感じですね。はい、で色味については左側の絵を見ていただいたら分かるんですけど、こんな感じです。だから輝度の差が、ちょっとこれ 8% 上げてみましょうか。こっちもね。輝度の差がですね、こう 8% 上げ、今 9% になったけど、ちょっと明るすぎかな。8% 上げたときに、若干、JPEG の方が白っぽく出るかもしれませんね。だからこの辺はちょっと追い込む必要が、色味の方ではあるかもしれませんけども、同じホワイトバランスで撮って、ておけば、まあ、インサートに使ってもですね、まあ、普通見る方にはあんまり差はわからないと思います。なんかね、2つ並べてね、なんか紹介するとかいうような場合は、まあ、わかりますけど、まあ、インサートとして静止画使うときには非常に有効じゃないかなというふうに思います。709ライク、静止画を撮るとこんな感じで、合わせたものがこれ。左側のムービーがね、かなり白っぽく出てますよね。右側を合わせるとどうなるかというと、右側カラーボードでやっぱり上げてみると、やっぱり 8% ぐらい上げたぐらいが一緒ぐらいかな。ちょっとなんか白っぽくなる感じがしますよね。横並びにするとこんな感じです。これは右側補正前ですね。補正はしてないです。補正してみましょうか。ちょっと上げてみるとこんな感じかな。 8% ぐらい上げると、まあ、ちょっと右側の方が明るくなった感じしますね。はい、色味についてはだいたい似てますよね。次、Vlog こんな感じです。Vlog はですね、静止画の方でも Vlog で撮れるんですよね。
これが標準マイナスプラスで、これが横並び、もうここでは一応あのラット当てたりはしませんが、まあ、あのモニターの下あたりも非常にこう明るく出てるので、後でまあ自分でこの辺の階調をいじるにはいいんじゃないかなと思いますが、徹底してですね、この Vlog で撮った時に元のその例えば絵画とかの基準になる絵に近づけるのが難しくなってしまうことがあるので、僕はですね、記録映像には Vlog ってのはあんまり使ってないですね。はい、だから Vlog はこんな感じで横に並べてみましたけど、まあこれパッと見のパッと見はまあそんなに変わらないよと、静止画でもまあいけるよということです。はい、最後に HLG ですけど、 HLG709 にぶち込むとこんな感じになります。白いところのハイライトが、この右のモニターを見ていただくとよくわかるんですけど、こういうふうにブルーになってしまいます。でこれブルーになった時はどうするかというと、ファイナルカットの場合はですね、カラーの中に、HDR ツールっていうのがあります。これですね、カラーの中に、HDR ツール、これを当てがうと、戻りますね。少しっていうか、まあ、正常な色に戻ってきます。どんなふうに、こういうふうになってます。で、これをどれだけミックスするかっていうのがね、HDR から709に戻すのをどれぐらい戻しますかっていうので、これ数値下げていけばさっきの水色が出てきます。なので、まあ、こういうことが起こった時には、まあ、1で当てておくというのがいいんじゃないかなというふうに思います。そしたらなんで HLG で撮ったのっていうことになるんですけど、ですね、まあ、室内だけの場合はあんまり関係ないかもしれませんけども、木戸の幅が非常に広いっていうことですね。 HLG の、静止画の、フォトスタイルというのはないので、他のものと比べてみました。これスタンダードと比べたらこんな感じです。これからこれ。どうですか？切ってるところはここです。この絵の上で切ってます。カラーがあんまりないので、このちょっと矢印を置いときますね。この辺りで切れてるんですけど、ここ注意してみていただいたら。どうですかね？ちょっと色温度が違うかな。なんとなくね。ナチュラルで、これをいろいろ調べたときね、結局 HLG を使ったときに静止画を何で撮っとけばいいかということなんですけど、これいろいろ試してみて分かったのが、HLG に近い静止画はこのナチュラルか、それからこのポートレートかシネディなんですよ。で一番良かったのはこのシネディです。これが HLG ですね。これがシネディ。シネディがやっぱりね、こう暗部の階調というのが保たれているので、この HLG と組み合わせたときに一番違和感なく、インサートできるかなというふうに思いました。これ撮った場所とかにもよるので、なかなか一概に言えないかもしれないんですけども、まあ僕がテストしたところはそういう感じでした。まあ、照明をきちっとしてなくてですね、ここの LED 光でやっているので、ちょっと横に黒い帯みたいなのが静止画の方入っているのがこれで分かりますけども、ちゃんと照明すれば多分かなり近いところになってくるんじゃないかなというふうに思います。はい、ちょっと長々と喋りましたけど、いかがでしたでしょうか。ハイブリッド撮影、動画を撮りながら静止画も撮ってインサート用に使いたいという用途についてですね、何で撮っとけばいいかなっていうのを今日はちょっとやってみました。だからまあ静止画ね、撮るときにそれぞれ独立した設定ができるので、こういうふうに比べてみてですね、これと思うものを静止画の方でプリセットしておけばいいんじゃないかなというふうには思います。まあ、僕はだから普通のプロファイルだったら
このシネディでいくか、まあ、HLG を使いたいときは HLG、シネディでいく、この2パターンですね。これがなかなかいいんじゃないかなと思います。もっと凝ってやりたい人はね、もっといろいろ Vlog とか使ってもいいかもしれないんですけど、普通業務でやってる方はそこまでお金を出してくれるなかなかユーザーさんというのはクライアントさんというのはいないので、一番効率がいいところを、まあ、やった方がいいですよね。一番効率よく、まあ、コストパフォーマンスがいい取り方をするというのがいいんじゃないでしょうか。ということで今日のこの Vlog が参考になったかなと思う方はぜひグッドボタン。私はですね、美術の記録映像の制作というのをしておりまして、ここではですね、こういうふうに機材のテストとかですね、レビューとかいうことをやってますので、今後まだ見てもいいよという方は、ぜひ、チャンネル登録をしてですね、ご覧いただければと思います。ということで、今日は、京都もちょっと暑くなってきたというか、暖かくなってきたというか、春が終わってだんだん夏に向かうぞっていう感じの天気になってきました、はい、ということで、次回の動画でまた元気でお会いしたいと思います。それではさようなら。